はい、皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、LINE Pay ボーナスの確認方法や使い方について解説ということで、今回はキャンペーンでもらったりする LINE Pay のボーナスの確認方法について解説を早速していきたいと思います。まあ、そもそも LINE Pay のボーナスとは何ぞやということなんですけども、まあ例で言うと、今開催中の、まあ祝令和全員にあげちゃう300億円祭で、1000円分をもらえたりとか、あとはもうこちら今日が最後なんですけども、ペイ特祭とかでお買い物した時の数ヶ月後に還元分が戻ってくるポイントサービスのこととなっております。まあ今までですね、LINE Pay の残高を見たりすると、LINE Pay に銀行からチャージした LINE Pay 残高と、あとキャンペーンとかでもらった LINE Pay のボーナスっていう風にかなりごっちゃになってたと思うんですよね。というより、まあ僕がごっちゃになってたので、まあ今回この動画を作りました。で、それでは早速確認方法なんですけども、まずはこちらの LINE Pay の画面を立ち上げて、まあいつも通り金額の部分をタップして LINE Pay の画面が表示されます。で、下に下がると、ここにですね、LINE Pay ボーナス履歴という項目があるかと思います。もしですね、表示されなかったりしたら、アプリのアップデートなどをしてみてください。早速こちらをタップしたら、こんな風に LINE Pay ボーナス履歴の画面が表示されます。まあ、ここには LINE Pay ボーナスでお買い物した履歴とか LINE Pay ボーナスをもらった履歴が確認できます。まあ、なので見ていただくと分かる通り、5月20日には祝令和300億円祭キャンペーン1000円とあったりですとか、あとは僕がローソンとかファミマ、あとツルハグループにてお買い物した、これはボーナスでお買い物した履歴が出ています。で、ここであることに僕気づいたんですよね。なんとですね、ペイ特祭とかでもらった還元についてはここに表示がされてないんですよね。まあ、多分機能が追加されたばかり、もしくは僕の認識が間違ってるか定かではないんですけども、まあ、現在6月9日時点ではまだ表示がされていません。なので、まあ、その時は LINE のウォレットとかでご自身で確認する必要があります。まあ、この LINE Pay のボーナスのまあ使い方なんですけども、まあ、以前ですね、まあ、僕のこちらの動画で LINE Pay の失敗談についてお話をした動画があるんですけども、まあ、その時にもですね、お伝えをしたんですが、まあ、キャンペーンなどでもらったボーナスっていうのは下の赤い部分ですね、LINE Pay カード、クイックペイプラス、LINE ギフト、LINE スマート投資、LINE 保険、請求書支払い、タピネス自動販売機のお支払いにはご利用いただけませんのでご注意くださいと記載があるので、ここは気をつけていただければと思います。まあ、なのでですね、まあ、ローソンとか松屋などの、まあ、飲食店とかコンビニなどのいつも通りの決済とかでは全然大丈夫ですよということですね。ちなみに、LINE Pay でお買い物する際は、図で見ていただいたらわかるように、銀行からチャージした LINE Pay 残高ではなく、LINE Pay のボーナスが優先されて決済されるような仕組みとなっています。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。 LINE Pay ボーナスの確認方法ということでお伝えをさせていただきました。これまでですね、 LINE Pay の残高とボーナスがごっちゃになっていましたというのが少しでもまあ今回の機能で緩和できそうな気がしますね。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あと Twitter もしてますので、 Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。